だけにですね、草千里の方から、登りたいと思います。今日はサングラスというかランニング教室というか、サークルがあるんだけども、そこの登山行事の下見として、私福井さんに、行こうと思います。ちょっとね、気温がすごい低くて、そこだけちょっと心配ですね。砂千里の方向かってます。だいぶね、風が冷たくて寒いので、無理しないように行きましょう。河口のね、場所がだいぶ舞い上がってる状態なので、気をつけながらね、砂千里の方歩いていきたいと思います。結構砂千里ですね。砂千里ヶ浜をね、ちょっと歩いてるんだけど、なんかね、パラパラもう吹きつけてくるというかね、ちょっと痛いですね。砂が、いや本当痛い、痛いでしょ、はい、本当に砂がね、足に飛びに行く。風上に向かうときにね、目に砂が入らないように注意ですね。砂千里を終わったらね、あとはひたすらこの坂をね、登って標高来たところをね、一望できるかなと思いますね。ちょっとね、場所が変わればもう風がすごすぎて、声が多分ね通らないのかなと思いますね。ちょっとね、休憩して、さらにね、高度を上げていって、高岳の方を目指そうと思います。今日はね、女性お二人とも、もうランナーのね、スペシャリストなんで、体力はね、本当申し分ないので、ぜひね、いい景色を拝めたらいいなと思います。息がね、もう白くなりました。ちょっとね、気温がだいぶ下がってきたのかなと思いますね。今から中岳の方を目指していきたいなと思いますけども、ここから多分ね、中岳がぼちぼちね、河口が見えてくるかなと思いますね。ちょっとね、あっちに、結構いい景色ですね。
ガスがね、きついでも、そうそう高岳の方向かいます。今日というんですかね。お、岩にもついてる。すごい。すごいですね。もう手がね、かじかんで。このバカ尾根の方にですね、潜水尾根の方に、もうすぐ降りる分岐なんですけども、ここも4月1日から潜水尾まで、ね、車で来れるということで、のね、東方の方に今行ってる途中、天狗の舞台の下の方と思うんだけども、つららが、つららがすごい、つららですね。おお、立派なつららがありました。すごい。月見小屋を経由して帰ろうと思うんだけども、多分ここが一番ね、登山口から、一番離れているポイントになるかなと思いますね。向こうがね、猫だけ、が見えますね。猫だけが向こうにドーンと見えますね。月見小屋までね、降りてきました。最近月見小屋に、寄ってないので、今どんな感じなのかな。入れますね。あ、風がない分あったかいですね。どうぞ。月見小屋過ぎたらね、平地なんですけども、やっぱ、ね、ガスがね溜まってるとか、ガスの匂いがね結構濃い気がしますね。まああんまり長居したくないとこですね。本当はね、高岳の頂上とかで、話もしたかったんだけど、ただガスと寒さと、もうね、風がすごくて、もう多分話してもね、伝わらないと思ったんで、もう下に降りてきてからね、
はい、無事報告しようと思いました。ただね、このロープウェイの場所、ここ今取り壊されてる途中ですよね。うん、なんかちょっとタイムリーなところに来たかなと思います。はい、じゃあね、こういう熊本が誇る阿蘇のね、高岳、規制解除になってすぐ登ることができましたけども、またね、解除がされている限りね、ちょこちょこ登っていこうと思います。はい、野坂山ちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。